シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よっかの件は柵のアルファを使っていくってやつね。さあ、というわけで今回は柵のアルファ使っていきたいと思うぜ。はい、まず最初に簡単に説明すると、この子の魅力といえばやっぱり友情底力 EL だよな。これが HP50% 未満の時に友情コンボの威力を3倍で出すことができる。3倍はでかいよな。で、今回この子はコピーを持っていて、味方の友情コンボコピーすると友情底力 EL3 倍と超バランス型が乗ってくると、あと防御アップもあるんか。でもよ、この友情底力ってちょっと印象悪いよな。でもこの子はなんとこの SS、 これが HP 消費するオールアンチなんだけども、この HP 消費が 51%、 1段階目も2段階目も 51% で、意図的にその状態を作り出すことができる。しかも超 SS ターンアクセルがあって早めに打つことができる。これでかいよな。プロテクションがついてんだけど、これはほんといい感じに体力が減った時に守ってくれる防御アビリティとして活躍してるわ。で、プラスでこの子さらに魅力がありまして、殴り火力、超バランス型にバイタルキラー M、この2倍が乗ってきて、さらにオールアンチ SS のこの HP 消費でプラスでもっと殴っていけると。これすごくて、ちょっとややこしいんだけども、この左に乗ってるように、例えば2段階目で HP 10万あって、51% 消費した場合は、まあ大体2倍超えるぐらい、2.2 倍ぐらい、その約ね、ほんと約こんな感じで上がるから、結構火力出していけるんじゃないかなというふうに思うぜ。はい、OK! というわけで早速、使っていこう。さあ、というわけでまずは公式が言っていたテセウスと相性がいいですよってやつをやっていきたいと思うぜ。はい、テセウスはまあ超強シャイニングピラーっていう強友情を持ってて、副友情に爆発を持っていると。で、この柵のアルファの SS を打って 51% 消費してぶつかった時に誘発して、こっちのコピーで超強シャイニングピラーをコピーしてボーンとぶちかますっていうのを今回やっていく。で、モラルの股間にそれをバーってぶち当てて、ワンパンいけそうだから、やっていくわ。はい。お次。撃つよ、SS。いや、これちょっとやっぱ SS すごいな、ほんと。ゆっくり。いくよ、まあ。ちょっといろいろわからんなるけど、逆に面白いから、やっていくわ。はい。行ってこーい。このパワー、おお、え、待って、両方当たった今。オッケーオッケー、いいんじゃないとか。待って、もうちょっと出ると思ったけど、あれ、なんか俺ミスった。まあ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 、こんな感じで、誘発してボーンっていうこともできると。うん、まあ威力もすごい出てるし、なんか役立つかもね、こうないので。ちょっともう一回やってくるわ、マジで。ちょっとごめん、あの気抜いて撮影してなかった。当たったのよ、当たったからもう急いで戻ってきたわこれ。はい、ごめん、今からやるよ。はい、テセウス少年に脇見せの柵のアルファお姉さんがもうぶつかって、後ろからバーンって爆発でコピーイエーってやつね、これ。あーあーあー、はい、まあこういう感じですわ。うん、公式が言いたかったのはちょっとテセウス少年が心配になるけど、うん、今後ね、こういうお姉さんたちに。はい、というわけで高難易度で使っていきますか。はい、やっていこう。さあ、というわけで天魔6だよな。どんな感じか、リムルと合わせて使っていきたいと思うぜ。友情コンボ底力 EL コピーと殴りの威力を見ていこう。待って、リムルってソウルスティールと回復って、お、ゲージ、じゃあ、外せば回復しないってこと？え、これを見越して作られたの？こういう風に。え、すごっ。まあ、とりあえず行くでしょ。で、何匹か、分割ダメージウォール雑魚を倒す。OK。で、SS をちょっと待つのは、あれだな。あ、ずれた。じゃあ、ちょっとこうダメージ受けるわ。ギリ残そう。本当にギリギリ残すよ。
危なっ。あ、待って、攻撃大丈夫か。プロテクション役立った、いい感じに。あ、でゲージ外せばいいのか。これで暴れると、あ、結構今入ったよな、一瞬で。あれ、いいんじゃねえか。あ、でこのクエストマップ回復ないからこれキープできんのよ。マジこれいいよな。じゃあバイタルキラー M もあるから倒せるでしょう。オッケー。でこの後暴れよう。1Pのリムルだから下に降りる感じでいけば下の敵は一掃してくれるんじゃねえか。あぶねえ、最後のチョロ行ったわ。あ、すごいわこの威力。まあでも低 HP をキープするわけだからこの後わからんよな。それですんなりいけるんであればこの子結構すごいかも。バトルは危なかったもんな。まあでもあれは俺が最初に見せるためにダメージ食らったわけだから SS を待てばいい話でしょ。今回まだ撃ってないし、ここはまあなんかいいか、別にすぐハマりそうだしそこまで考えて打たなくていいか。おっ、おっ、ブリ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 とか思ったけど、サクノアルファってオールアンチ持ってんのか。なんか忘れるな、他になんか結構いろんなもんがあって。なんか SS を打てば全然かかりませんよ。でも普段はこんな感じでかかってしまいますよってとこね。いや待って、ハート邪魔じゃねこれ。これで真ん中はまれば取らなくて済むかちょっとこれハートも敵じゃねえか。しかもリムルのゲージ忘れる。まあとは言ってもここのランセロット倒すと HP 回復してくるから、まあ、倒すまでは半分未満をキープして 50% 未満キープしていくわ。お、いいんじゃね。おお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 、いいねいいねいいね。一体でこれ、これ突破できるな、剣あるし。ボス1ではリムルで分割雑魚倒した後に SS 打ちたいからここでやっていくわ。おお、なんかすげえパワフルだな。はい、で回復した、回復しました。で作野の 2P の SS 打ってまた 50% 未満をキープすると、うお、あ、ハート、ハートかい。ダメだな、直で行った方がいいなこれ。取るわ、これ取らないとダメ。でダメージウォールザコを倒す。あんまり入れんなよダメージ。おい、ちょっと普通でも結構入る。オッケー。でここで殴りプラス友情コンボぶちかましていこう。いやー、どうなる、横で降りていく方がいいか。あ、なんか剣あるな、縦でいくか。右にやった場合でもすぐ抜けて左に行きそうだな。じゃ横で降りていこう。でボスの右に入って 1P の友情コンボも拾う。行ってこーい。どーらら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 、らなんでー、なんでー、脇見せとる場合ちゃう。あ、で待って、次すごくいい、次すごくいいよこれ。お、あ、入るわ、入るわ、入ってるぞ、入ってる入ってる。で倒すでしょ。ん、待って、うわ、あ、これ待って、次すごく良くない。 1P レベルで SS って横でやって 2P、 ま、1体しかあのコピーできないけど剣持ってるから
まあ一体だけどっていうとこでちょっと見ていく。これ横でどんだけ優勝コンボ入るか。行ってこい。あーまあほら入ってる、やっぱ入ってる。あー、このパワー、ほぼ友情じゃね今の。待って、予想を超えて入ってねえか。どうしよう。とりあえず友情拾っていくか。いや、てっきり SS で思いっきりぶっ飛ばすと思ったら最後の割合で待って、普通に一つのスピアでやりやがったわ、マジで。ここでいい感じのもん取れたから緊張し始めるという、撮影最後までうまくやらなきゃっていう、もう緊張し始めるあるあるだからこれ、マジ。うわ、最後も綺麗に決めて、で体力は 50% 未満をキープできてんのよ。だから SS は使う必要はねえ、残しとく。で分割雑魚、倒せた。 OK、 いいよ。でハートがあんのよ。ここでフォンフォン使っとこう。この後みんな SS 使うから。でこのターンでハートを回収する。うっすら行って最後回収。そうすれば次の作ので SS を使って 50% 未満をキープできる。 OK。で場所移動するでしょこいつらが。うわ待って、ランスロットあいつ体力回復してくんのよ。うわ鬱陶しいなあいつ。まあとりあえずここはおとなしくやっとく。分割雑魚だけ倒せればいいという感じで行ってこい。うわー、ちょっといやー、ミスったなー。いやでもいけそうだな。これ右側に柵のアルファいるから、そっち側をキープすればランスロット倒さずにいけそうだわ。でダメはあるからジュ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 していく。だからもうゲージ成功してもいいな。頼むわ。回復来てもやりきってると思うしな、多分な。行ってこーい。おーら、だだ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 だ、やりたー。やって、ちょ、早いって。うー油断した、残る。マジかよ。うわ、右キープしたら行ってたな。余裕で倒しきってるわ。すんませんまあ終わり、これで。うわー、あいつ回復早っ。いちょ、なんか突然、全然入らんすけど、突然。うわー、あいつ早いわマジで。え、あともうちょっと遅かったら普通にバーって入ってたのにな。 OK、 まあそういう感じですわ。はい、普通に良かったな。良かったけど、まあやっぱり他にいい感じのやつも全然いるし、まあ、でもこの子の、性能は結構魅力的かなというふうに思うぜ。はい、さよなら。